何色か分かってます？いや分かんない、はい、あ本当。これね、何色かとかシャープ3つだから一応なんだけど、A メジャーねなんだけども、うん、でもそういうことを分かってた方が効率よく聞けるんですよ、うん、で例えば旅行してて私今どこにいるのって分かんなくて旅してるってなんか不安じゃない、うんね、だからそういうなんていうのかな、ちゃんと私は今ここにいてここに向かってますみたいなねことが分かってた方がいいでしょ。でそれやっぱりだから最低限これは何章の曲かっていうのはね、うん、分かってた方が絶対いいんですよ。なのでじゃあ後でそれの何調合の見つけ方とかもじゃあ後でちょっとやりましょうね。でこれはラから始まってファとドとソにはシャープが作ってそういう、うん、そういう音階上でできてるわけ、音階の音で。みたいなことが分かってたら面白くない、はい、でしょ、面白いでしょ、うんうん、でなので、これが何調で、和音はコードはどういうコードが連なってるかみたいなことはやっぱり絶対しといた方が弾いてて楽しいと思うのね、うん、なので、うん、じゃあそれ説明しましょう。